はいどうもお疲れ様です。スシローのねペロペロ事件に端を発して過去の動画とかもまあ復活してきて、こんなとんでもないやつがいるよみたいなのがまたねブームのように盛り上がってしまいました。でも私はねこれね悪いことだと思わないんですよ。やっぱり飲食店を私たちは使わせていただいてるわけですよね。ですんであくまでも主体はお店側にあってですね、私は参加者なんですよね。使わせてもらってありがとうございますという形でお金を置いていく。まあそれによってまた使いたい時にそのお店が使えるわけなんで、お店がねやっぱり被害を被るとか害するような行動ってのは私たちがしないようにして、やっぱりこうモラルっていうのをねなんか申し合わせるわけではないんですけども、作っていかないとなと思うんですよ。まあ例えばこういったスシローさんとか外食チェーンで何か食べた時っていうのは、席を立つ時にそこそこテーブルの上を片付けてね、であと片付ける人がスタッフさんとかが取りやすいように端っこに寄せておくとか、テーブルを軽く拭いておくとかっていうのはそんなに悪いことではないと思うんですよ。でスタッフさんとかお店側の負担を減らすことによってサービスにもっと行き届くようになると思いますし、働くのを楽にさせてあげるっていう、まさにね客としてもお店の経営に協力していくことによって私たち本当助かるわけじゃないですか。人をもてなす時もお店を使うことがあると思いますし、やっぱりね外食って楽しいわけなんですよ。自炊もすごく大切なんですけども、今日は食べに行こうかっていうので、やっぱりこう家族がね、賑やかに明るくなるところもあったりとかで、外食によっていろいろ学ぶこともありますんでね、守っていきたいなと思います。今ねこういうふうに語った後で言うのもなんですけども、この記事、回転寿司の迷惑行為は一生ものの代償とかね、あと自己破産でも賠償責任から逃れられないって書いてあるじゃないですか。これはどういうことなのかっていうと、やっぱねこれ故意か過失かによるんですよ。単なる面白がる目的でやって、で多くの人に迷惑をかけて損害を出しちゃった場合は、自己破産をしても支払い責任っての逃れられないですよね。やっぱりここに書いてますけども、まさにバカな行いで一生棒に振ることもあると。実際に棒に振るわけですからね。で最近ねおでんツンツン男みたいなのが出てきて、あんまり責めてやるなみたいなことを言ってます、うん、で俺は気持ちがわかるんだって言いましたけども、いやもともと誰が原因作ったのって話じゃないですかそれは。まあですんでね、関係ないやつが叩いてんじゃねえとかいうのもありますけども、いやそもそもその SNS を利用するってことは関係ない人に投稿した人が関わっていくってことですから、まあそれなりのね賞賛とかそれから苦言ってのがあるのがもう前提なわけなんですよ。でしかも今回は自分の面白さだけでね、多くの人に明らかなる迷惑を意図的に行ってるわけですよ。それはねこのスシローは岐阜だったと思いますけども、北海道から沖縄までねもうスシロー行くのやめたって言って店舗ガラガラになってるわけですよ。でこれが関係ない人なんですかね。多分ね日本国内ひいては海外出店しているスシローさんですから、人類全体って言ってもいいぐらいに関わりがあることなんですよね。でつまり SNS ってのは一人から始まって80億人に伝わる可能性のあるものだっていうことをやっぱり認識しないといけないかなと思うんですよ。で自分なんかがね無名だからいいだろうと思っているわけだと思うんですけども、無名が有名になる場所が SNS ですからね。これとっても恐ろしいわけですよ。テレビのディレクターの判断とか一定の放送倫理とかに関わらずに SNS ってのは投稿ができて拡散が起きるわけですから。で今回はそういったことになると思いますよ。断じて許さない。回転寿司大手がこぞって法的措置を検討。そうなんですよ。もうね悪い人は店に来ないっていう風な前提で持ってるわけなんですけども、そこに目をつけて悪いことをする人が出てくるわけなんですよね。しかもそれを擁護する人もいるわけでしょ。おでんツンツン男さんがね、なんか何を言おうとね、自由なんですけども、俺も気持ちがわかるって言うんだったら、まあ、なんかね、許しちゃいけないだろうと思うんですよ、逆に。だってね、ここで許しちゃうと、また次のね、スシロー、ペロペロ男は出てくるわけですよ。だから徹底的に潰されるっていう、もうひどい目に遭うと。縁もゆかりもない人からもう犯罪者のような、まあ犯罪ですけどもね。もう誰かね人を殺めたんじゃないかなみたいなぐらいまで徹底的な攻撃を受けるっていう風に、恐怖とかねやっても割に合わないとかとんでもないことになるっていう実例を出していかないと後を絶たないですよ。
すごく例えがね、極端で申し訳ないんですけども、今銀行強盗ってないんですよね。で、誘拐事件身代金もないんですよ。それはあまりにもその犯罪が合わないってことが何回も何回も繰り返す中で分かってきたんですよね。誘拐してね、身代金なんていうのも、誘拐したらね、持ってきたその人質を処置するのがむちゃくちゃ大変なんで、だからもうなんかね、強行に走ったりするわけなんですよね。で、そうなると結局身代金も取れないし、何だったんだろうみたいになるわけですよ。で、そういった例がたくさん重なって、もうやるんだったら誘拐身代金とか、銀行強盗なんてのはもうやっても合わないから、やったところで金なんてもらえないからみたいな感じでね、やめるわけですよ。計画段階でやめるわけなんですよ。だから犯罪ってのはどちらかというと、初期投資がかからずに誰でもできるようなね、なんかこう特殊犯罪になってくるわけですよね。で、まさに今回のことも新しい特殊犯罪と言えなくもないんですよ。あの SNS でも語られてますけども、株の空売りをしといてね、ポジション取っといて、で、こういったいたずらをそこら辺のね、わけのわかんない若いのに5万10万でやらせるわけですよ。で、あとは株価が落ちるかどうか見てるだけですから。で、これで売り抜けることはできますからね。で、逆に別に影響がなかったら5万10万の経費で済むわけですから。楽ちんなわけですよね。はい。以下の債権については政策的な理由から例外的に免責されないって書いてます。で、いろいろ書いてますよね。で、これです。一連の迷惑行為も免責されないってことですよね。だから過失じゃないんですよ、今回の件ってのは。過失じゃないから故意なんで、故意犯って言うんですよ。あの、なんて言うかな、確信犯って言い方しますけども、正確にはあれは違って、確信犯っていうのはスラングなんですよ。実は故意犯って言うんですよね、あれはね。で、ここでの悪意とは、故意、わざとを超えた積極的な害意を言うと解釈されているということなんで、これは明らかにね、醤油ボトル舐めたりとか、土に唾とか、こういったものを動画で流すっていうのは、明らかに悪意ですよね。これによって喜ぶ人はいないわけですから、損害しかないわけですよ。そういうことも考えてね、SNS での投稿っていうの、それから、その投稿以前に、飲食店に行って、これはやっちゃダメだろう、ぐらいのことはね、やっぱ分かっていかないとダメでしょ。困ったもんですよね。だから、いや、最近の若いもんはって言いたくないですけども、結局最近の若いもんはっていう風になっちゃうわけですよ。で、反面ではね、高齢者の方もね、レーンに流れているポテトをつまみ食いしたりとかね、どんな育て方してんだろうなと思いますよ。高齢者の方は高齢者の方で反省しないといけないですし、やっぱりね、こういったおかしな若者が生まれるってことは、私たちの背中を見て育ってるわけですから、私たちもやっぱり反省しないといけないかなと思います。若者笑うな来た道じゃ、老人笑うな行く道じゃとね、昔からこんなこと言ってましたけどもね、ことわざちょっと違いましたかね。はい、じゃあ今回は以上です。